それでは今日の見言葉を開きます新約聖書のマタイの福音書、5章23節より26節まで読みます。声出しております、どうぞ。だから、あなたが祭壇に供え物を捧げ落とし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから来て帰ってきて、 支え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたを牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の一カドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。アーメンじゃあ主なる神様 とも主は天下の人間に許されたイエス・キトの皆を心より救い主として迎え入れ信,じ信仰によってこの場に来ている一人一人が今までかつてなかった献身ンンができますよう真理の言葉として明確に悟りを与えてくださり 一つを聞けば中央を悟る知恵知識力と悪の書類に打ち勝ち肉の思いに打ち勝つ強力な神の教会と信仰を作ることができますよ最後まで助けてくださり養育の間に闇を照らす光としてその使命を十分に果たすことができ我々によって大勢の人々が共に救われ御国を受け継ぐものとなりますよ 導いてくださいイエスキトのととき皆で、で全てを主の聖霊に委ねてお祈りいたします。アーメンハレルヤ,レルヤああイエスキトのイエスが救い主となったとことは死んで神の国に行くだけの話じゃなく それは霊的な救い永遠なる命の救いであり地上を生きる間にもこの世に生きる間にもこの肉体において必要とするものまでも主イエスは全部救いとして自らは貧しさを痛み苦しみを付属の道を避けずに全部到底て果た それは我々を、要生きる間にも、病気から貧困から恥から誇らしくない生活から全部通させてくださるためであります。まず要生きる間にも光のようになって、イエスを信じない人々にの世界が暗黒だとすれば、そこに光を照らして、人の人生は遠であるべきかを明確に、これ見逃しに。 告げ知らせることができるように生きる神を生きる神の栄光が個人個人に望まれまるで一人のクリチャンが神の代わりになったかのような権威と力を持って誇らしく強く豊かに熱く燃えながら福音伝道ができるようにイエス様が再び来るまでそれを世の教会そして信じる者の群れに委ねられたんです。 からそうなるべきでみんなななるべきなんだけどもなんでクリスチャンたちが人生疲れた重荷を背負ってとぼとぼ歩く人のような歩き方をしたり顔面に喜びがあふれるんじゃなくて憂いが満ちてたりするのかなんで祈ってもいろいろと求めた通りの答えが来ないのか。 なんでクリシャになっても大した変わりがないのか、全部こういうのは、見えないところの縛りがまだ残ってるからだ、解決すべきことを解決してないからだ、先週もそれが、先祖の代々、先祖の罪によって、子孫に降りかかる呪いの腐れというのがあるんだと。 見えないところで子孫たちの運命を縛ってしまうんだそれをその通りに受け入れて先祖の罪を探し出して悔い合ったみたいとは本人が解放される赤しまでできる結果が出る話をした今日は先祖の罪じゃなくて先祖の罪じゃなくても自分が自分は神様に今一生懸命やってる自分はもう誰よりも模範的なクリスャンだと思っている 神といえばもう何でもまずやってるかのように頑張ってるつもりであるにあってもまたにもかかわらずパッとしない部分がある残っているなんかいくら求めても解決できない部分が残ってるそういう部分がたくさんあるなとまず今日の話はほとんどに聞きたくないような話だけど でも何よりも重要な話これを解決しないとこれを解決しないといくらクリスチャンとして頑張っていても頑張っただけの結果を出すことはできない何よりも重要な話だから素直に聞いて疑わずに聞いてこの通りにやってみたら自分が通されることを体験できるようになるはずなんだ そういうふうに聞いてみたいと思っただけが、アーメンとおひざまれくて。イエス様が我々を救ったのは、ただ、焼酎いっぱい飲んで、簡単に開いた道じゃないの。冷やし汁いっぱい飲んで、楽しみやら開いた道じゃないの。<ん>ボロボロになるまで、歩くことすら的なほど、 脱力状態になるまで鞭を打たれたり、プチュクをかけられて、唾をかけられたり、十字時間つけられて生きたまま、神経が肉が体が引きつけられる痛み、苦しみを10時間で六兆万間も耐えた結果、私たちは救われる道が開いた。あまりにも簡単に覚ちていけない。我々もやるべきことを神の言葉通りにしっかりとやるべきな。の そうしないとまた呪いが降りかかるから一旦クリスチャンになれば全てから解放されるとそんな教えは聖書の一箇所らもないの。正しい信仰を持った時に解放されます正しくないクリスチャンたちはまた死にとどまっているクリスチャンたちもいるって言ってもい今日は自分が神様に信仰熱心と思って頑張りたいと思って神の前に出てきて祈りや賛美や支え物を支えと礼拝を支えようとしていて 一生懸命頑張っても解決すべきものが残ってないのにそればっかりしてるとこんなの虚しくなるという話で。す今頑張ってるのが本当に結果的に良い結果をもたらすものとなってほしいと思うならば今神の前に捧げる礼拝賛美祈りこんな捧げ物をまず捧げる前にまず考え解決すべきことがあるんだということなの。 今日は一つ,つは人に恨まれることを反感を持たれるすなわち人に恨まれることを何か悪いことをしてそれを誤って仲乗りしてない問題があって相変わらず相手はこっちを恨んでる場合でも自分は忘れてたりそれを軽んじていたり大したものじゃないと思っていたりする場合にどうなるのか今やってるのを主が喜んでくれないと。 今何を主に捧げてても主はそれを受け付けないんですよ。アーミんです。今やってるのは無駄になり,無駄になります。そして、人が人に悪いことをして、相手が迷惑を被ったならば、その人たちがこっちには返せなくても、神様に訴える、叫んでると。旧約聖書も新約聖書も同じことを教えてます。彼らの叫び声が天に 聞こえる限り主はそれを聞いてあげるしかない。雨ですかそういう問題を解決しないまま神の前に出てきていくら頑張っても大した結果が出ないということを絶対に忘れてはなりませんよ。まず旧約聖書を見ると旧約聖書の創世記の4章の8節以下に カイ,ンカインという自分の弟アベルを撃ち殺したカインの話が出てきますね。自分の弟アベルを撃ち殺したカインに向かってシなるル神様がこう言われます。アベルの血が カインによって殺されたアベルの血が、土地の中で神に向かって叫んでる、叫んでる。アベルの叫び声が神様に聞こえてる限り、神はアベルを殺したカインを呪うしかない皆さん、今の言葉で言うと、カインもクシャンです。 クリスチャンだったんですなん神に支え物を捧げるこういう行いをしていた信仰を持った人だ。今の世の中のクリシャンたちはこういうことしませんかクリシャンにいざなった人は絶対人殺ししていませんか知っている人もいるんです。そうなると殺された方が叫ぶと恨みを持つと こっちが何をやっても神様に届かないってみな。ハレルヤ。直接こっちに仕返してこなくても神様に向かって叫ぶ声がある限り神様がそういう恨まれてる何者から恨まれるようなことをやったことを謝ったり悔やっためたりしないとその人の信仰生活何をやっても虚しくなったんです。 アベルの地が叫んでいる限り、カインは地上で呪わ,呪われるものとなり、アベルの地を吸い込んだ土地も共に呪われて産物を作り出すことができないようになると主ュナ神がおっしゃったんです。そう、神様に自分の罪の罪状の大きさを、重さを、 知らされた時にカインが初めて自分の罪に気がついたんですよ。そして神様にこの罪の重さは追い切れませんと訴えるんですよ。わかりやすけどえ悔い改ためで。カインが神様の指摘を受けて悔い改ためます。自分が何をやったか深刻に思ってない、ただ怒ってるわけ。ん殺意を覚えて弟を殺すなんてこれはありえない。 どう、それをしてからも本人はまだ近くがないの。大変な罪を犯したという近くがないときに神からの警告がありましたよ。神の警告を聞いたときに彼は自分の罪の重さに気がついて、追い切れないと神様に白状しました。そして、カインが、地上の、神がこの土地を呪ったから、この土地が産物を足さなくなったから、自分はこの地上でさまようしかないと。 彷徨ってあの町、この町、歩いているうちに、自分に出会う人々が自分を殺そうとしたら、自分はどうするのかと、神様に今度は祈りをするんです。そしたら神様は今度は、彼の願いを聞き入れて、あなたに許しをつけてあげるから、出会う人があなたを殺すとかないようにするために、神様がカインを保護するようになる場面が出てきます、ね。それは、カインの悔や改ためが神様に、 届いたとこれは漱石4章の記録です,ですからカインが罪を犯している限りそれでカインによってやられた被害を受けたアベルの血が叫んでいる限りカインはこの地上で呪われる運命になるんですよ今も同じくあることを信じ,信じますようにそれでこういう罪を経過して探し出して食い止めて,て解決しないと人生 いくら信仰しても虚しくなるだけですよ。これは旧約の話だからそんなことばかり言うなという人に向かって言います。じゃあ、ヤコブ書は新約書。新約聖書なのヤコブ御書の1節から6節までに神の警告が記されています。そこにある話を一つ紹介すると。 人を使って借り入れをさせて人を雇って仕事をさせて賃金を払わなかった人たちの賃金が地上で神に向かって叫び声を上げてくるそうすると神様はそれを聞くしかないのあめですそうすると賃金を払ってない雇い主を神様が呪うしかないの意味が見えるか意味が これ旧約と新約に流れが変わってないの。神の判断、統治法則は流れが一致貫く部分がありますよ。旧約の足はするなという人に向かっていますよ。新約も同じ仕事を警告してるんだということある人によってある人が被害を被った場合に、被害を被った側が叫ぶと、恨みを持って、神様、神様、あの人がクリスチャンです、あの人が私、払ってませんよ。 あの人が私を殴ったんです悪いことしたんですでも謝りませんよ返してくれませんよと神様に訴えたらどうするそうした人を神が呪うしかないのわかりました話かこういうのを知らない聖書の警告を知らないと神様にしか頑張っているの今頑張っているのに結果が出ないあんまりなぜ今やん もうすでに人にした悪いことがその自分にやられた人々が神様に叫んでる限りその叫び声は自然と神の約束だから天に届くしかないの。そして神様が聞くしかないしそれに神様が答えるしかないというこういう問題を抱えている人は必ずまずそういう問題を解決してから神に出てくるのが先だということだ。そうだないと 支え物を携えて祭壇の前に来て神に捧げようとしてもまずやるべきことをや,やってから来なさいと神様は今日おっしゃったじゃないの今日これを教えた方がイエス様でありますまたこの234節がこれを言ってますイエス様の教えなのハレルヤ旧約新約大学部だけだうて旧約聖書と役部書だけであうてイエス様が今日の本文でこれを明確に教えてます 考えてみさよ自分が今神にされて一生懸命尽くしています。なのに結果が出るようなことはできてないとすれば今やってることは全て無駄になるとすれば皆さんこれなんとこれこんなことはあっちゃいけないことなんでしょうそうじゃありませんかこれを無視すると自分が神様に無視されます。なんで神はこういう法則で世を治めておられるからでアーメンですか ですから、帰り見て、今まで自分が一人の人間として生きてきながら、一人悪いことしたのがないあるのかないのか、などを入りのりながら全部思い出すべきです。それで、気になるところがあれば全部それ、あもしかしてこれが罪になるんだったら、悔い改めますと、神の前で素直に心より心引き裂いて悔い改めないといけない。 相手が生きていれば相手に連絡して仲邑をすべきですよ相手が生きてなければ仕方ないただ神様に食い当たるべきです相手が生きているんだけども得意って言うのか連絡がつかない場合は神様に祈るしかないんです食い当ためて雨ですでも相手に連絡が取れる場合はまず相手に仲邑をしてからそれで神様にも食い当ためてそれから 頑張れば神様がその人の祈りも賛美もささ物ものも信仰生活全てを喜びと見た通り聞いた通り受け入れてくださるようになります。そうすると人生が開きます。縛りから解放されます。アーメンです。祈ってもためだったのが祈ると神からの答えがあります。信じますかこれは恨みを買われている場合の話。アーメン 自分が何か罪を犯して悪いことをして相手にある人に恨みを買われている場合の話それをまず解決すべきだアメンもう一つは今度は自分がある人を恨んでいる場合自分がある人を恨んでいる場合はどうなのか同じ罪ですよアメンです恨んでいることは憎んでいることなんですよアメン恨んでいることは憎んでいること憎んでいることはその人を殺しているのと一緒だと ヨハネ1の手紙3の中古説にあります。人を恨んだり憎んだりするのはその人を殺す罪と、罪に等しいと神はそう判断してると。なのに自分は人を憎んだり恨んだりしてながらも人殺しなんかしてないと。神はどう判断されますかお前は人殺してないかうう。殺した覚えがありません。と言えば憎んでいるじゃないか。恨んでいるじゃないか、また。 許してなないいんじゃないかこれで自分が人殺しに神様に問われます。皆さん考えてみてよ。一番よく引っかかるのはこれなの。クリャンたちが人を憎むことを平気でやってる。妬むことを平気でやってる。恨むことを平気でやってる。なんで自分は正しいからよ。悪いのは相手だからなの。それは憎の思いなの。 神に立ち返ったならば生まれ変わって、神の子供として神様の指示に従って生きるべきなの。神はどう教えますか従来通りに一度生まれたこの世の中で、見習った教え通りじゃなくて、生まれ変わって、この世を作り、世の罪人を許された神なるイエスに従って生きるんだ。イエスがもし神を裏切った我々を、 罪ばっかり見てたならば、地獄の日中にちょうど投げていいような罪を犯してたの。そればっかり考えてれば、人は誰一人救いようがないの。それを憐れんで、陸まず恨まず、許して、代わりに許して、憐れんで許したの。なんで地獄に行く運命だからよ。そして神様の、本人が認めれば、食い止めれば神様にの子供に立ち返らせる。これが神の 生き方神によって生生きききる我々の生き方であれば生きだ神に立ち返っていながらも、従来通りの生き方で生きて、神に命じだった通りに生きないとすれば、まだノンクリシャンと一緒なんだと。雨できますか今日のこの話を明確に信じて受け入れると、皆さんの運命が見えないところから根本的に呪いの鎖が立たれて解放される、自由になるのが皆さんですよ。 アーメンですこんな言葉よりも重要なのがこんな言葉なの。こういうものを皆さん肉の思いで判断したら絶対受け付けにくい話ですよ。あの人が自分にやったことをもう操縦的なことをやったから人間としてやっちゃいけないことをやったからよ。そればっかり考えたらもうプッ殴りたいとかプッ殺したいとかこうなるでしょう。確かに相手はそういう罪を犯したからよ。しかしそれはイエス様を信じない時の話なの。 神が人を見た時に罪を犯した、エデンの外に、そ中に置いておけない。ぶん殴って追い出せればならないような。でも、ぶん殴らずにただ追い出したなんで、ふたったび入れるために。雨です。人の状態は神の前に置いておけない状態だったの。皆さんに悪いことした人皆さんの目になるにも顔も見たくない。全部許せても、あの人だけは顔も見たくない。 教会に来てまでこういう顔で礼拝してるとその礼拝は神様の上で無駄なの無駄されルヤ隣を見てよさあこう言っても絶対隣の顔見ない人中にしこりが入ってるまだ <laughs> 三部の礼拝に俺今24年間ぽっかりしてます三部の礼拝に来るうに隣の顔見てといえば絶対見ないの 2 4년간呼びかけても隣のが絶対見ないで自分の口だけなんで隣を見る心がないのこの中にいっぱい入ってるの恨みつらみ生まれて親に捨てられ奥さんに振られ家も奪われ例えばよだからもう絶対許せないでもそれによって自分が縛られてるのそれによって自分が縛られてるの アーメンですこれが問題なの皆さんが生まれてある人に虐待を受けたそれをずっと憎み続けてるとその人はまだ食べながら美味しく生きてるの楽しくでも自分はだんだん縛られてきて縛れて自分の人生が滅びの道を滅びの道をたどるようになるのこれが霊的な法則だあメンです,ンですこの二つに引っかかっている人いまだにクリシャンになっていながらも たくさん。いますよ親が兄弟が知り合いがに何をされてもんあるいは退職金をこっそり知り合いに20年間付き合った知り合いに退職金ごと全部奪いだし取られてホームレスになった人いっぱいいますよ。ずっと恨んでるの恨んでるうちに自分の内面がめちゃめちゃボロボロになってしまうことを知らないからよ。 恨んでいればすっきりするのをすっきりする日が来ないの死ぬまでそれは続くはずでも死ぬまで自分が自分を縛ろうとなるこれは霊的に見るとこっちが恨んでるから相手が足が折れて歩けなくなるってないのそんなのは意味分かった意味あいつ死んでほしいと思っても死なないのもっと元気に生きるのそういう思いを抱いている自分がだん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 となる てていきき倒れていきますよついにはこれは聖書の教えなの。聖書を見ると人生とは何であるか生き方はどうすべきだろうかという鏡を見るかのように見えてこないと意味がありません皆さん。プシャになれば全ての問題からまず通されて自由になって元気に豊かに誇らしく明るく強く生きるべきですよ。でもそれはできてないのはこの2つの問題のどちらかに。 また引張られているる可能性があるという話なのこれ大したもんですよこれすごい重要な話でうちのうちの奥様の奥様の友達に子供の時からクリシャンである人がいるの一旦今もいますが彼女は旦那に愛されすぎて 高校の時から追いかけられて結婚せざるを得なくなって自分が好きじゃない旦那と結婚してしまったの旦那は最高の女と結婚したことになりで旦那はこの奥さんがいつ自分から離れるか逃げるか分かりませんから不安だから奥さんに小遣いを生活費をまずまあげないのなので生活あげたら交通費出ちゃって とかってどっかにもう離れていけば逃げられたら困ると思って金は絶対持たさない代わりに自分が全部買い付けたりしてキムチまで自分が全部作ると奥さんはただそこにいてくれればいいうんしかし奥さんにしてみれば小遣いも全然くれないからバスタイもないしコーヒー飲む金もないから我々が行っても愛に持ってってくれない今の例えば200円がないから愛に来れないとかこういう 何十年も生きたら奥さんがこの中にたまりにたまってたまりかねても我慢ができなくなったらいつの間にか旦那を恨むようになった旦那はピンピンしてるのに奥さんは中3回集中して中3回を集中するような病気にかかった手術を中3回もしないといけない病気に一生かかって何十年も苦しんでました 今もう20年以上前からうちがいて、うん、サム人が「旦那は、ね、いくら悪い人でも憎んじゃあんたが損だと」とんだから、うん、聖書はそう言ってるじゃないかだから旦那が罪人であっても悪いことしても許してないとあなたが苦しくなるだけだといくら言っても聞かなかったの。結果的に彼女はもう 胸の片方は切りり取られる管理があったりそれも再発してこの海が海が中から生んで海が出てこの穴が開くほど海が出るここに綿とかをつけて海が出るからよこれも死の寸前の状態までボロボロになったの艦が再発してそこまでいったら医学的には死なないっておかしい逆にそこまでいったのそしたらうちのサムニーの話をやっと聞き入れて やっと聞れそのあを気取りに行って祈ったら一晩でこの治って全部一晩で自分が治った自分が旦那を憎んで恨んでいた時には自分ががんにまでやられて再発までしてもう海が体から出るぐらいだったの骨が溶けたというなのに旦那を許して神様に一晩すがりついたら その次の日病院の予約を取っておいて病院行く前の日に人まで祈って行ったら食い合ったみたい病院行ったら何もないもんきれいですその後彼女が活発になって何万人も集まる教会で三、は、秒、あ、歌ったり歌が歌手レベルだから本人の人生が解放された恨む憎むは 相手を殺すほどの罪だから殺すほどの罪だったら自分がやられた以上の罪を自分が犯したことなの意味が見えますかヨハネ1の3の中古説絶対忘れないでよ人を憎むのは恨むのは人を殺す殺人罪と一緒だと神がそう判断しますよ自分が旦那にやられたよりも旦那を憎んで殺した罪はもっと大きな罪じゃないの だから悪くなるのは単りなくて自分の方だってば。見えますかこの、この通りになりますよ、この通りに。ハレルヤ。雨。相手のために許すんじゃなくて、自分のために許すの。信じますか相手の憎む人は、その人を殺すのにみを犯すから、自分が死にとどまっている状態になる。 でも相手を許して愛するととなります自分が死から移って命に入ることになる。これはヨハネ1の3の14節の話だ。あめです。憎んでいたことを恨んでいたことを許してあげて、逆に低苦して愛するように祈ってあげたら自分が死に留まっている自分が呪いに下りかけている自分がそこから出て命にさっき神と共にいるようになるんだと。 神が自分の神として働いてくださるようになるんだったっし話ですよ。これ以上の祝福はどこにありますかでも、肉の思いで話したらこれはもう一生できない。一生忘れない。こう思ったら一生傷つくのは自分ですよ。アーメンデスああコリント1の手紙8章の12節に、兄弟に、 傷つけて罪を犯したことは、キリストイエスに罪を犯すことになるんだと言ってます。我々が人との間の関係をどうするかがによって、それが神様との関わりに、関係に、そのまま直結するようになると、こういう意味です。ますか神にちゃんとやれば、人にはどうでもいいと思っちゃいけないという話ですよ。兄弟姉妹に対して何かすることが、神に対して何かすることになるんだという意味です。 兄弟姉妹出して罪を犯せばそれは神への罪になるし兄弟姉妹出して善行を行えばそれが神への良き信仰の行いをすることになるんだという話だ信じますか神様がそう見て判断しておられます。ハレルリア、ローマン書中二章の中高説以下に「あなたと迫害する敵、大敵、呪いなさい、復讐しなさい」じゃなくて。 大敵だっても、あなたといじめる人、迫害する人、あなたとをむさぶる人であっても、どうすべきだ哀れに思って、そんなことしているその人の運命を哀れに思って、なんで、サッにちょいていく道だからよ。アメンかわいそうに思って、罪を許して客に祝福してあげなさい。なんで、復讐するのは我々の権限なくて、復讐するのは裁きは神の権限なの。 我々が司会してしまえば、復讐してしまえば、神様が神としてやることがなくなるの。我々が悪い人を復讐すれば、神の仕事を、神の権限を奪うことになるの。信じますかハレルヤ。アメ。しかし、神の言われたおりに、悪い人、迫害する人、いじめる人、無さぶる人を許してあげて、祝福してあげたら、今度は神様の手番なの。神が神として、 復讐するいうのは復讐し。裁くうでは裁くんですよ。そうすると、手を使わずに花を噛めるようになるの。手を掴んで花をかんだら、花は噛めたかもしれませんが、手も汚れるでしょうまたトイレでって洗わないといけないでしょう気分も汚すの。手も花を、手を使わずに花を神様が噛んでおさる神様に任せたら、今度は心がすっきりするほど神様がやっておさるの。 それがローマ書12の最後に我々が許して祝福してあげた相手をの頭の上に神様が炭火を置いた炭火をえ炭火って分かりません炭火こんな赤,赤くて燃える炭火炭に火をつけて、うん、扇風機かけとけば炭火が上に燃えるのこんな赤い炭火を自分が許して祝福した人に神様が敵に 炭火を頭に置いてはらのそうすると手を使うとすっきりするすっきりハレルヤ自分を汚さずに自分を縛らずに解決ができる神様に委ねるというハレルヤこんな素晴らしい生き方を復習が約束したのになんで人はキリサンタジアそれを求めるとしないのか自らを縛ろうとばかりしてるのかアーメンです 信じますか皆さん今日の話はね時間がないから簡単にあらせざき伝えましたが運命を見えないところから根本的に永遠に向けて正しく間違いなく素晴らしく変える重要なメッセージなの信じて自らを呪いから救う人に信仰に立ちますようにイエスみなで祝福いたします アメンこれは今日の説教で終わっちゃなりませんよ。ずっと何かある時代にこういう基準に乗って皆さんが判断すれば皆さんの人生は神様が保証されますよ。信じますか私たちはサタンに似せて作られて神に似せて作ったから神のように生きるべきなの。世に来られて人のように生きた神がイエス様なんだったら我々が世において人間として生きたいと思うならばイエス様のように生ければ間違いないんですよ。 アーメン今度来られる再臨少イエスを見るとまさにその姿が私たちであり私たちの姿はその方と同じであることが確認できるようになります。なんで私たちはその方に似せて,て作られてますからよならばその方に習って生きるべきではありません。そうして恨まれる音はを謝り悔やためて泥いからかよされ恨んでいる音を許してあげて神に委ねて 自らを縛る呪いから通されて、土地から見ても山本山じゃなくて、土地から見てもクリシャン。霊的にも肉的にも前後左右今を見ても永遠に見ても、僕らも間違いない神の人として生きて、悔いのない素晴らしい人生を生きたいと決心した人だけが、アーメンとお茶だまりをって祈ります。皆さん、今回、イエス